にちは、かなのあです。ピー、おやおや、なんか机がそう見えてるな。今回何するんですか？トッポギ作りませんか？トッポギ一緒にトッポギ作りませんか？作る、トッポギを作ってみたいなと思います。あれだよ、あのお餅から作るんだよ、みんな。だからみんなも一緒にマジマジやっていきましょう。簡単なんで。簡単、結構調べたら簡単だったよね。なのでぜひ一緒に作ってみてください。それではトッポギ作りスタート。まず最初がですね、片栗粉 40g、 それが 90g、 お水が 95g です。材料を全部入れるそうです。あの、皆さんごめんなさい、量りがないんです。だから目分量です、上新粉と水。いやー面白いね、本当にね。こた、これで混ぜるの？混ぜます。で、その間にお湯を沸かします。ピッ、ドロドロ、ちょっと足します。ちょっと足します。ああ固まらなくなってきた。20センチか30センチの何で切るか、何で切ろうか。トングトング、トング使います。え、ま、え、どうしたらいい。鍋に入るぐらいの棒状にして切ります。え、なんかトッポギって丸いイメージだから、こんな一回入れてみる？入れる？入れます。せーの、浮き上がるらしい、できたら。だからそれが完成の合図だから待つ。はい、ということで今一個浮き上がってきたよね。これもなんか踊ってるよ。結構動いてるから多分浮いてるんで全部入れます。入れます。全部浮いてくるの待ちます。待ってます。あげますね。あげます。で、この後氷水に入れて冷やすんです。つるんってつるんってする。ああ、あ、すごい。お餅、お餅、あ、あつあつね、気をつけて、やけどしないで。冷やしてる間にトッポギといったら甘い辛いタラいタレ、甘辛タレ、なんかコチュジャンのやつです。そう、ちょっと辛いけど甘いみたいな、美味しいやつを、この冷やしてる間にそれを作るとこいつがバッチグー。バッチグー。とりあえず材料を入れます。コチュジャンが小さじ1、ごま油小さじ1、鶏ガラのスープが小さじ1で、砂糖と醤油だけが大さじ1です。ニンニクチューブが2センチで、お水が 150cc ですけど、わからないので今回もちょっと目分量、目分量です。お水もなんかとりあえずもう全部入れろってことなんですね。そう、簡単です。余熱です。余熱です。今こんな感じです。なんか絶対違う気がする。なんかやばくない？こっちじゃもうちょっと入れようよ。壊滅的です。合ってんのかな、合ってんのかな。え、なんかめっちゃ降ってる。水っぽい。これでさ、いつトッポギ入れる？これ一個入れる。トッポギ、え、絶対違う。これギビ、え、熱っ。ちじゃないしかしないんだけど、何入れる？じゃあ。いやー、ちょっとよくわかんないんですけど、入れます。全部入れる？入れてます。入れちゃう？もう入れたもん勝ちじゃない？やけくそじゃん。え、ノア普段料理するの？する方だよ。お菓子作りとかじゃなくて、ご飯料理。え、何作るの？え、わからない。オムライス。材料系もたまに飲んだくさい。チャーハン。あ、でもまあ、チャーハン自体あんまり好きじゃない。カレー、カレー、カレー。カレーもあんまりのは好きじゃない。え、何を作ってるの？ただね、お菓子だったら何作る？一番できるのはあんたもガトーショコラ。あげたの？あげたっけ？のは。なんかくれるってくれなかった。うそ。こんな感じです。いい感じ。でも全然味染み込んでなさそう。もうちょっと待ってみまーす。早く。てて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 。ということで、とりあえずトッポギ完成。イエーイ。はい、クリスマスのお皿ですが、載せていきます。わー、自己発生、自己発生、ピーポーピーポー。いただきます。いただきます。
これ何が完成なの？食べれる。食べれる。でもなんか味が合ってんのかな。でもなんかこれ手作りにしてはやばいんじゃね。いけてる？うん。やった。なんかもちもちしてる。めっちゃ弾力ある。辛っ。脳がめっちゃずん。皆さんやる場合ちゃんと分量測ってやってください。でも一応じゃあ成功？一応成功。じゃあ初の料理トッポギ作り大成功でーす。はい、今回の動画はこんな感じでした。見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。次回も見てください。バイバイ。バイバイ。分量測ってね。測ってね。